フランス民法典、初版の第一ページ現存する、フランス民法典の本フランス民法典は、フランスの司法の一般法を定めた法典。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっている経緯から、ナポレオン法典とも言う。なお、ナポレオン諸法典という時は、ナポレオン地下に制定された諸法典、すなわちナポレオン五法典を指す。国籍において、 血統主義を定め、出版において、検閲と著作権を規定した。1800年8月12日に4名の起草委員が任命され、五民委員、立法委員における審議は必ずしも容易ではなかったが、1章ずつ法律として成立し施行された。1804年3月21日に36章をまとめた法典として成立した。起草委員は以下の4名に、 ナポレオンが参加して、法典を制作した。さらに、法律学者のジャンジャック・レジとカンバセレスも起草に関わった。当初の題名は、フランス人の民法典であったが、ベルギー、ドイツのラインサガン地方、オランダ王国にも適用されることとなったことから、1807年9月3日の法律でナポレオン法典に開題された。ナポレオンの失脚に伴い、 1816年には元のフランス人の民法典に解題されるが、ナポレオン三世のもとで1852年に再びナポレオン法典に解題され、その後正式には解題されていない。もっともフランスの法令や実務においては単に民法典と呼ばれ、ナポレオン法典との呼称は廃用されている。ローマ法とフランス全土の慣習法。 法権法を統一した初の本格的な民法典で、近代司法の三大原則たる、万人の法の前の平等、私的所有権の絶対、契約の自由、過失責任の原則や、国家の世俗性、信教の自由、経済活動の自由等の近代的な価値観を取り入れており、近代市民社会の法の基範となった。後に、日本の旧民法編纂の際にも参考とされた。 エジプトをはじめ、イスラム世界でも影響を受けている国がある。2012年6月現在での変別は、以下の通り、人、物、行為に分けるローマ法における法学定様式を採用している。なお、第5編は2002年のウルドナンスにより追加されたものである。第4編は2006年のウルドナンスにより、 第3編より分離して追加されたものであり、この改正作業の中心となったのは、パリ第2大学のグリマルディ教授であった。現在、同大学のピエール・カタラメーヨ教授を中心に、債務法全面改正作業が、ペリネ・マルケ教授を中心に、物件法改正作業が進められている。第一に影響力の大きいことが挙げられる。これを模範とし、または、 影響を受けたと見られる国は、ベルギー、ルクセンブルク、ラインランド、オランダ、スイスの一部、イタリア、スペイン、ポルトガル、ルーマニア、エジプト、アメリカの若干州、及び日本等が挙げられる。法典論争に見られるように、最もナポレオン民法典の影響を忌避したと見られるドイツも、例外ではなく、1896年の民法典には、 自筆遺言証書の制度を導入している。第2に、旧慣習にも配慮していたことが挙げられる。ナポレオン民法典は、フランス革命の自由主義、人権思想といった、基本原理に依拠したものであるが、革命時の熱狂の極端に走らず、旧制度の伝統の精神にも、一定程度譲歩して、あらゆる国の立法がそうであるように、妥協的、重要的性格のものとして成立している。 第3に、規定方法が個別具体的で説明的であることが挙げられる。思想の系譜としては、プロイセン国法と同様の啓蒙主義的見地に立ち、学術用語や抽象的法理によらず、素朴な日常生活上の問題につき、日常用語を用いて、具体的、説明的な法文を用いている。一方、ドイツにおいては、プロイセン法が、 あまりに説明的に過ぎるために帰って、法解釈の柔軟性を書き、運用しづらいものとなってしまったために、ドイツ民法典においては、これと正反対の学問的、抽象的規定をもって、立法の主義に変えたが、もっぱら法律の専門家をナーテニンとした、取り付きにくいものである分、法律を民衆から遠ざけるものとして、ゲルマニスティニア 後世のナチスから激しく批判されるに至っている。妥協的性格をも合わせ持つものである分、制定時のナポレオン民法典は、ナポレオン個人の思想とも相まって、法建時代の残滓とも言うべき不平等の規定も有しており、外国人の人権の制限、非着出子の差別的取り扱いを規定していたばかりで、なく、一応男女平等を原則としながらも、婚姻時には、 他の近代法典と比べても強大な普権、普権優位の拡調性を採用していた。財産法におけるような自由、平等の理念はどこにあるだろうか。監修と革命の理念を調和させ、重要な道を取ったとされるフランス民法典の親子関係は、この間後、教育という用事、小児にとって必然的に必要な権威以上に親の権力を認めていた。また、 特に夫婦関係において、男女の平等、女性の自由は不十分であった。憲法学者により人権宣言が人権を認めた人は実際は男性であったと指摘されている。第二に19世紀から最近のドイツやフランスにおいて、人とは実は旧来の男性たる課長であり、社会は彼らの構成する社会であって、自由、平等も 家長のものであったとされる。星野栄一、1998年日常、家事行為についての妻の代理権すら、法文上は認めない徹底した妻の無能力制度は、ローマ法やフランス級王朝すら採用しなかったものであり、不合理であるとして批判され、判例によって事実上主文化され、その後改正されていくことになる。特に夫に、 家の外での貫通権は保障するがごとき、極端の不平等規定はさすがに早くも1884年に改正されたが、刑法上、家の中に真男を引き入れた妻の殺害の面積規定はその後も長く続いた。また、具体的、説明的な教科書法典であるナポレオン民法典は、同様の主義を徹底したプロイセン法に起きたのと、同様、 社会の急激な発展とともに、その素朴な説明が、陳腐化する弊害が現れただけでなく、さらに、司法の大原則であった、契約自由の原則は、かえって経済的弱者を圧迫する強者の自由に、外なら、なくなり、所有権絶対の原則も、公共の福祉の観点から、様々な制約を受けざるを得ないものとなる。他にも、平等分割主義の徹底は、 農地の細分化を招いて、農家を困窮させるなど、数多くの問題点を露呈して、やがて世界各国への影響力を減じていったが、19世紀後半より、現実の生きた判例を研究し、法典の立法、解釈に活かそうとする新しい方法論が流星したことによって、その名脈を保つことになった。ありがとうございます。